この動画は GMO トクトク BB をご利用の方にご覧いただきたい動画です。こんにちは、ポプユラです。 GMO トクトク BB をご利用の皆さんで、キャッシュバックをまだ受け取りされていない方に向けた動画になります。ご利用されている方はご存知だと思いますが、キャッシュバックキャンペーンというものがあります。キャッシュバック対象のものにご契約されている方で、まだ受け取ってない方はこの動画をぜひご覧いただきたいと思います。契約を開始してから11ヶ月後にメールが届きます。なんですけれども、それが若干分かりづらいという声をよく聞きますので、今回はどういったメールが届くのか、どこに届くのか、そしてどういう手続きをすればいいかについてご説明いたします。私も YMAX などを使ってて、28000円分のこの本体代がキャッシュバックされるんですね。必ず11ヶ月後に来ます。12ヶ月じゃないです、11ヶ月後です。分かりづらいですが気をつけてください。ではまずメールいきます。何のメールかと言われれば、このウェブメール、ご存知のだと思います。ウェブメールシステムというのが契約を開始した時に自動で作られると思います。まずここにログインします。お持ちのメールアドレスで入っていただくと、こういったちょっと古めかしい画面に行きますよね。で、その中のこの5月31日、こちらになります。GMO トクトク BB からのお知らせ、キャッシュバックトクって書いてるこのメール、これがキャッシュバックを受け取る大事なメールになります。重要とか書かれてないんですよ。上から4番目に重要っていうメールが届いてますが、そうじゃなくて、この GMO トクトク BB からのお知らせというメールが届きます。お客様各いつも GMO トクトク BB をご利用いただき誠にありがとうございます。ご入会から11ヶ月が経ち、インターネット問題なくご利用いただけておりますでしょうか。 GMO トクトク BB ではより簡易的なインターネット環境をお届けできるようにと書かれてますが、ここにいろいろと書かれてますね。入力フォームっていうのがあります。これに入っていただくと、ここでログインします。で、そうすると銀行の指定銀行を登録する画面に移りますので、お持ちの任意の銀行を登録します。やり方は非常に簡単です。ではもう一度繰り返しますね。こういった GMO トクトク BB からのお知らせ、キャッシュバック特典についてというメールが届きます。普通の iPhone のメールボックスとかじゃなくて、このGMO が作ってくれたこの専門のメールの方に届きます。で、入力フォームは少し下のここら辺にありますね。入力フォームっていうところに来ます。期限が1ヶ月間しかないんですよ。なので気をつけてください。そして手続きを終えるとメールがさらに届きますね。ここら辺でしょうか。GMO トクトク BB キャッシュバック特典銀行振込ってやつと、キャッシュバック特典銀行振込受付通知っていうのが来ます。これで登録されましたよっていうのが届きます。だからすぐに振り込まれるわけじゃないんですよ。末日まで待たなければなりません。本日はこちら GMO トクトク BB をご利用の方向けのキャッシュバック特典受け取る方法やメールどういったものが届くのかなどについてご説明いたしました。本当期限があるのでぜひとも受け取っていただきたいと思いますし、忘れないでいただけたと思います。で、本日はこちらで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価などぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。